はい、どうも、皆さん、こんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、ちょっと本日ね、25日に、ちょっとびっくりした、情報が急遽こちらも入ってきたんですけれども、なんとですね、長らく、ずっとベールに包まれていました、セイントスノーのですね、ファーストシングル。まあ、こちらですね、発売日とですね、主な収録内容、まあ、そしてですね、その発売をまあ、記念したといいますか、まあ、祝った、特別なですね、公式生放送も行われることが発表されました。いや、ようやくね、本当にファーストシングルのセイントスノーのね、情報がだいぶ出てきたということで、まあ、今回はですね、こちらについてね、まあ、お話も、もちろんしていくんですけども、思ったこともですね、含めて、いろいろとお話をしていきたいなと思います。まあ、まずですね、もうこんな感じで、楽曲情報が、詳しく出ました。はい。ファーストシングルの方はですね、タイトル自体は、未定となっております。はい。まあ、ですけど、おそらくこれも近日中に明らかになると思ってます。はい。セイントスノーの、まあ、6月にですね、行われる公式生放送、まあ、この後ご紹介いたしますけども、公式生放送でおそらくタイトル出るんじゃないかなと。まあ、もしかしたら早ければね、もっとそれよりも前にタイトル出るかもしれないですけど、で、発売日がですね、こちら8月の19日でございます。夏頃ですね。はい。虹ヶ崎とかのシングルも結構発売されてるタイミングなので、まあ、夏頃はね、結構 CD ラッシュなんじゃないかなと。思います。で、まあ、アーティストはセイントスノーということで。まあ、これは、まあ、セイントスノーのシングルなんで、まあ、そうですね。はい。で、こちらですね、価格の方なんですけれども、まあ、アニメーション PV 付きということでですね、ブルーレイと DVD 両方付いております。で、ブルーレイバージョンの方がですね、4000円プラス税でございまして、DVD バージョンの方が3000円プラス税となっております。で、まあ、収録内容の方はですね、新規3曲、プラスドラマパート、まあ、アニメーション PV もさらについてるということで、結構ですね、セイントスノーっていう意味ではすごいボリューミーな内容となってますね、ということで、これはすごいと思います。で、初回生産限定でね、セイントスノーのメンバーカードも、まあ、2種類からランダムで1枚ということで入ってますよ、と。で、新規3曲ということなんで、結構3曲も歌うんだな、ということで、これはすごいと思いましたね。もうだから、普通にアクアのそういうシングルとかと同じような対等な扱いですよね。はい。アクアも毎回シングル曲ってね、カップリング曲を2曲入れてくるので、おそらくこれも、メイン曲が1曲あって、で、カップリング曲が2曲なんかあるっていう感じなんでしょうね。まあどうなんでしょうね。本当だったらね、もっとこう、ね、ライブでどうなるのとか、そういったね、もう深いところまで結構情報やっていきたいんですけども、まあまだね、そこまで言うタイミングではないと思うので、ちょっとね、この動画では言わないことにします。はい。で、お次はですね、セイントスノーの公式の生放送が、実施されるということが決まったということでですね、こちらも見ていきたいと思います。6月10日、来月ですね、来月に、6月10日にですね、セイントスノー、まあ、アクアのライバルユニットが、まあ、8月、まあ、ファーストシングルが8月19日発売したということで、まあ、その記念なのかな。まあ、そういったファーストシングルなどですね、まあ、主に取り上げるための、まあ、生放送が、まあ、実施されるということが決まりました。ですね、こちらの生放送のタイトルなんですけれども、ラブライブサンシャイン函館聖戦女子高等学校生放送であってるかな、私たちセイントスノーです。と題しまして、ラブライブサンシャインとセイントスノーの魅力を生放送でお届けしますということで、セイントスノーがまあ来月、生放送を行います。まあこの前のね、虹ヶ崎の生放送以降ね、まあずっと、もうこの自粛期間2ヶ月緊急事態宣言が出て以降あんまりこう公式生放送っていうのは行われてなかったんですけれどもようやくだいぶまあ動き出してきたなぁと日常も取り戻しつつあるなぁということでまあこういったね公式生放送に関してはでしかもセイントスノーの生放送ということでこれはですね大変熱いかなぁと思いますおそらくですねこの生放送で新情報もタイトルとかそういったものはもちろんのことをもうここまでね、ファーストシングルのことを推してるので、結構ファーストシングルに関しての情報だったり、まあそれ以外でも何かね、新しい情報が出るかもしれないのでね、その辺はね、結構期待を寄せつつ、個人的にはね、この生放送を楽しみにしたいなと思います。まあ僕はですね、今回のシングル、こちらね、8月に発売されますけれども、まあ当然買いたいと思います。はい、これはですね、ちょっと、もう、どういうものかっていうのが気になるのでね、今回はまあこちら購入予定でございます。皆さんはですね、こちらの、セイントスノーのファーストシングルの発売及び、公式生放送についてどう思いましたでしょうか?ぜひね、下のコメント欄に、ですね、お書きいただけますと嬉しいです。はい、ということでですね、まぁ、今回は、ちょっとセイントスノーのね、ファーストシングルの発売と、あと公式生放送が、まぁ、決まりましたので、まぁ、そちらについてですね、ちょっと取り上げました。
もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、など、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。